ボール・ゴルフォウィッツ、人物メモ、ボール・ゴルフォウィッツ。ゴルフォウィッツ・ドクトリンという言葉を最近よく見かけるので、興味を持ちました。ブッシュ政権で活躍した随分ハレンチな人間のようですが、その名を冠したゴルフォウィッツ・ドクトリンなるものが2015年現在、ロシアに対して発動されているようです。そして我が国安倍政権の集団的自衛権にも影響しているそうです。以下、ボール・ゴルフォウィッツの人物像とゴルフォウィッツ・ドクトリンについて、記事を引用します。ボール・ゴルフォウィッツ・ウィキペディア、アメリカ合衆国の政治家、ボール・ゴルフォウィッツ、生年月日、1943年12月22日、71歳、共和党、第10代世界銀行総裁、第25代アメリカ合衆国国防副長官、ボール・ダンデス・ゴルフォウィッツは、アメリカの政治家、第25代国防副長官、第10代世界銀行総裁などを歴任した。代表的なネオコンの論客の一人であり、冷戦時代はアメリカの高派グループチーム B の一人としても知られ、また新イスラエル派でブルーチームと呼ばれる新体派である。イラク戦争の建築家的存在で、ブッシュ大統領の政策顧問団バルカンズの一人でもあった。大中東構想、括弧後に拡大中東北アフリカ構想に解消の発案者でもあるが、現在はイラクを含む中東政策に関しては一切口を閉ざしている。プロフィール、ポーランドからの移民である東欧系ユダヤ人の血を引く数学者ジェイコブ・ウォルフォウィッツとリリアン・ダンデスの次男としてニューヨークのブルックリンクに生まれ、主に父が奉職していたコーネル大学のある伊坂で育った。父は1920年にポールの祖父母とアメリカに移民したが、ポーランドに残った親類の多くは逮捕され、ホロコーストの犠牲となった。そのため父はシオニズムに傾倒し、ソ連による反体制派やマイノリティへの弾圧に反対運動を言っていた。1957年、ポールが14歳の時に父がハイファのイスラエル工科大学で教鞭を取ることになり、これに付き添いイスラエルに渡った。この際、彼の姉妹はイスラエルに永住を決意している。1961年に高校を卒業の、コーネル大学で、数学と科学を学ぶ。その後、シカゴ大学で政治学の博士号を取得の、一時イェール大学で教職に就く。1970年代から約20年間、国務省や国防総省で勤務。ロナルド・レーガン政権下、国務次官補、東アジア太平洋担当を経て、スハルト体制下のインドネシアに大使として3年間赴任。後にインドネシアの大統領となるアブドゥル・ラフマン・ワヒドと親交を深め、イスラム教への深い信仰と宗教的関与を世俗主義が共存し得ることに強い感銘を受けたと言われる。インドネシア滞在時は、文化人類学者のクレア夫人と共に現地の文化に魅せられ、インドネシア語を学び、ユダヤ系アメリカ人であるにもかかわらず、世界最大のイスラム人口を抱える国で高い評価を得る。離任時には、スハルト体制を批判する演説も行っている。ブッシュ SR、政権下では国防次官、政策担当、クリントン政権時には、ジョンズ・ホプキンス大学 SAIS の学長を務める。2001年1月よりブッシュ大統領、ジュニアの国防副長官、アメリカ新世紀プロジェクトのメンバーであり、ブッシュ政権内のネオコン陣営の要席の一人、国防長官のドナルド・ラムズフェルドと共に、中東民主化の単位名分の下、イラク戦争への道を推し進めた。その際、イラクの戦後復興費用はイラクの石油で賄える、と極めて楽観的な見解を示したが、2007年末までに費やされたイラク戦争への費用は直接的なものだけで6000億ドル以上に上っており、その見通しの甘さに厳しい批判が浴びせられている。2004年には占領政策の失敗などからラムズフェルド国防長官と共に更迭を要求する法案が議会へ提出されたが否決された。2001年頃、リビア出身で英国籍の世界銀行職員シャーハーリザーと交際し始め、妻クレアセルギン・ウォルフォウィッツとは別居した。翌年離婚。2005年3月にブッシュ大統領により世界銀行総裁に指名され、同年6月には世界銀行総裁に就任した。しかし、ネオコン出身でもともと評判が悪かった上に、世界銀行は元より国際開発関係の勤務経験が全くなかったことから、ボルトン国連大使同様、ブッシュによる国際社会への嫌がらせ人事と揶揄された。総裁就任後は世界銀行の汚職体質の一掃を目標に掲げ、自身の政策スタッフを大量に引き連れてきたため、従来の世界銀行職員たちとの間に深刻な感情的対立を引き起こし、後に内部告発で足をすくわれる原因となった。2007年4月、内部告発により恋人関係にある同行職員のシャーハーリザーを購入していたことが報道され、同月13日、記者会見において謝罪した。配偶者その他の同職上での勤務禁止規定からリザーは国務省に出向、管理職扱いとなるとともに、ウォルフォウィッツは世界銀行人事担当者に職給、給与額などを指示し、リザーの年収は昇給幅に関する内規を超える 40% 以上の昇給により約19万ドルとなった。同月15日、世界銀行と国際通貨基金との合同開発委員会は、この問題に対し強い懸念を表明し、また、欧州の加盟国政府などが辞任を強く要求したため、6月30日付で総裁を辞任した。2008年1月24日、米国務省は分離管理や不拡散問題で政策低迷する同省の国際安全保障諮問委員会の委員長にウォルフォウィッツを指名すると発表した。同ポストは議会の承認も必要としないため、ブッシュ政権内では3度目の公職に復帰することになった。ブッシュ政権の高派キーマン、ウォルフォウィッツ、同行者でムボニ知事2001年10月18日、ブッシュ政権の高派キーマン、ウォルフォウィッツ、黒丸合理主義者でモラリスト、保守的な外交政策を唱える者は普通、2種類に分かれる。一つ目は、キッシンジャー型の現実主義者で、米国は、たとえどんなに立ちの悪い相手であろうと、権力バランスを維持するためなら、どんな政権とでも協力できるし、国家の安全保障の前には民主主義の理想も最小限の重要性しか持たないと信じている。そして二つ目は、ロバート・ケーガンをはじめとするウィークリー・スタンダード紙など、道徳的観点を重視する新保守主義者だ。彼らは、米国の軍事力をバックに、地政学的影響などお構いなく世界中に米国的価値観を普及させたがっている。ウォルフォウィッツは、冷徹な合理主義者であると同時にモラリストでもあり、上の二つの考えどちらとも共通点を持っている。コーネル大学数学教授の息子として生まれたウォルフォウィッツは、外交政策では米国の打算が極めて重要だと確信している。数学と科学を専攻した彼は、大学院で転校した政治科学の分野でも可能な限り分析的な手法を取り入れた。シカゴ大学では、保守派の核戦略家アルバート・ベールステッターの愛弟子となった。ベールステッターは、原爆を使った戦争を本気で研究することは可能であるばかりでなく必要だと考えていた。ウォルフォウィッツは、考えられない事態について考えるという能力をここで身につけたのだ。ウォルフォウィッツはまた、アラン・ブルームの教えも受けた。ソールベローはブルームを題材にした小説、レイベルシュタインで明らかにウォルフォウィッツをモデルとした人物を登場させている。ウォルフォウィッツはまた、熱心な新保守主義思想をたっぷりと吸収してきた。70年代初頭、国防省若手職員として、保守主義者に対し、ソ連は信頼するに足りず米国の弱腰を利用するだろうとして、緊張緩和への反対を熱心に説いた。
また、キッシンジャー派なら控えるような機会にも、民主主義論を声高に唱えた。80年代終盤の中インドネシア大使時代には、独裁者のスハルトとその追従者に対し、政治を解放することの必要性を説いてみせた。米国に追従する専制君主をやみくもに支援するのではなく、フィリピンに民主主義を導入するよう強く求めたのだ。黒丸諸外国への影響は考慮せず、ウォルフォウィッツは、保守派の無双家とみなされることが多い。それも確かに真実ではあるが、彼を分析するなら他にもっと有益な方法がある。ウォルフォウィッツの哲学には次の4本の柱がある。1、知的好奇心。2、意外な事態を予想する一貫した姿勢。3、米国は強力であるとの信念、それに諸外国との関わりに対する疑念。4、絶対に未然に防げるという信念の4つだ。米国はなんだって我が国が不安を抱くなんてことがあるわけないだろうという危険を顧みない自己満足に陥ってきたが、ウォルフォウィッツは、そうした姿勢に繰り返し不満を表明するとともに、その態度に揺さぶりをかけてみせるという野望を抱いてきた。やがて国防省と国務省で官僚として出世の階段を上がるにつれ、ニクソン以来、クリントンを除く全ての大統領に仕えてきた。ありえない事態を予想してみせるとともに、米軍展開を熱心に主張するウォルフォウィッツは、先見性が高いとする評価と、バカバカしいという評価の両方を受けるようになった。1977年にウォルフォウィッツは、イラクがクウェートに侵攻しサウジアラビアを脅かすと予見し、その結果米国は湾岸地域への米軍展開戦略を見直すことになった。だがこれとは対照的に、1992年には、ロシアがリトアニア共和国の分離を阻止しようとするなら米軍を派遣するべきだと提案して、大きな反感を招いた。ウォルフォウィッツは、攻撃を未然に防ぐことができると固く信じている。米本土ミサイル防衛、NMD 構想に熱心なのは、敵はまさかこちらに向けてミサイルを発射することなどないだろうと考えている米国の態度は無謀だと考えるからだ。いかにもウォルフォウィッツらしく、ミサイル攻撃が引き起こすかもしれない国内の大混乱についてはひどく心配しているのだが、ミサイル防衛を実行すれば必ず発生する地政学的な混乱についてはほとんど気に留めていない。ウォルフォウィッツは、過剰と思える行動も実際にはより大きな意味での平和のためには不可欠だと考えている。だからこそ、サダム・フセインも今すぐに倒さなければならないというわけだ。というのも、フセインが実際に何か恐ろしいことをするかどうかはわからないが、そのつもりであることはわかっているというのがその根拠だ。何しろ、大量破壊兵器を製作中だし、何千人もの自国民殺戮に手を染めてきた相手なのだから、今やメガトン級の強制を試みるより、キロトン級の防止策の方が効果的だというのである。ウォルフォウィッツは、米軍による一方的な軍事行動を支持しており、それが諸外国を不安定にすることになろうが特に気に留めていない。今回協力していくことになったといってもアラブ諸国のことは、所詮コロシア集団とみなしており、そうした国々の安全保障になどあまり興味がないようだ。略、黒丸タカ派、ウォルフォウィッツは、ブッシュ政権のタカ派の中でも最も有名だ。タリバンを打倒し、イラクにまで戦争を拡大するよう主張しながら、同盟諸国との協力関係を損なわないでおくことは気にかけていない。チェイニー副大統領のルイス・リリー、別名スクーター、首席補佐官ももっと踏み込んだ戦争を支持していると言われる。レーガン政権時代の高官で保守派の国家安全保障の専門家リチャード・パールは、ウォルフォウィッツの親友で、ブッシュ政権でも事実上の顧問を務めており、やはりウォルフォウィッツの立場を支持している。ウォルフォウィッツ・ドクトリンは核戦争まで行き着くか、世も末2014年8月04日、ウォルフォウィッツ・ドクトリンは核戦争まで行き着くか、マレーシア航空 MH17 便の墜落以来目立つのは西側の反響乱ともいえるロシア非難である。確たる証拠も公式に出せないまま、西側マスコミを中心にロシアが関与といった報道が次々と洪水のようになされ、ロシアけしからんの世論を誘導している。ロシア側は、かなり理路整然と反論をしているように見えるが、それもまともに取り上げて再反論するような素振りも西側は見せていない。何よりもアメリカ政府側から衛星写真も含め何も確たる証拠が公式に出てこないことが真相を示唆しているのではないか。アシュラにもよく紹介されているポール・クレイグ・ロバーツ氏がかなり以前からアメリカはロシアを照準に定めたと書いていた。当時は、そこまでバカなことは芝居と考えていたが、どうもアメリカのネオコンは真剣のようである。このポール・クレイグ・ロバーツ氏がしばしば言及しているのは、ウォルフォウィッツ・ドクトリンである。我々の第一目標は、旧ソ連地域であれ、他の地域であれ、かつてソ連が引きもたらしたようなスケールの脅威をもたらすような新たなライバルの再出現を防ぐことだ。これは新たな地域防衛戦略の基礎にある最も重要な考慮事項である。我々は、グローバルパワーを生み出すような資源を持つ地域をいかなる敵対的勢力も支配することがないよう努力する必要がある。なんとも意味深なドクトリンである。ポール・クレイグ・ロバーツ氏はこれが現在ロシアに対して発動されていると何度も書いている。以下略。特定秘密保護法も集団的自衛権も指針再改定もウォルフォウィッツ・ドクトリンに基づく核戦争準備 2014.10.15 桜井ジャーナル特定秘密保護法も集団的自衛権も指針再改定もウォルフォウィッツ・ドクトリンに基づく核戦争準備日本を動かしているグループはアメリカ支配層の傀儡でありその政策はアメリカの戦略に基づいて作成そこに自分たちの利益を反映させて決められる特定秘密保護法も集団的自衛権も例外ではない現在、アメリカは1992年に作成された DPG 国防計画指針の草案、いわゆるウォルフォウィッツ・ドクトリンに基づいて動いている。当時、国防次官を務めていたポール・ウォルフォウィッツを中心に作成されたのでそう呼ばれるようになった。このドクトリンはアメリカを唯一の超大国と位置づけ、それまで世界を拘束していたルールを超越した存在になったとした上、新たなライバルが育つことを防ぎ、セキュリ権を維持するために軍事力の増強をするという方針を打ち出している。DPG 草案の内容を支配層の内部でも問題だと考える人がいたようで、内容がメディアにリークされ、その時は書き直されたのだが、考え方は消えなかった。ネオコン、新イスラエル派が抱き続けたからだ。もちろん、そのドクトリンは日本への影響を及ぼしている。その一つの結果が1995年に公表された東アジア戦略報告、マイレポート。10万人規模の駐留アメリカ軍を維持し、在日米軍基地の機能を強化、その使用制限を緩和撤廃、そして日米両国の安全保障協力を地球規模にするというもので、1997年の日米防衛協力のための指針、新ガイドライン、そして99年の周辺事態法につながった。2000年にはリチャード・アーミテージとナイが中心になって、米国と日本成熟したパートナーシップに向けて、通称、アーミテージ報告が作成され、その中で集団的自衛権を日本は行使できるようにするべきだと要求、命令している。この報告書の作成にはアーミテージやナイのほか、カート・キャンベル、マイケル・グリーン、そしてあのウォルフォウィッツが含まれていた。
2001年9月11日を経て05年に日米同盟:未来のための変革と再編という文書が登場。これによって日米同盟の対象が極東から世界へ拡大され、安保条約で言及されていた国際連合憲章の目的及び原則に対する信念が放棄された。そして現在、日米両政府は日米防衛協力のための指針の再改定に向けた作業を続けている。公表された中間報告によると、現行の指針にある周辺事態が削除され、地理的な歯止めはなくなる。集団的自衛権の行使を最終報告に反映させると報道されているようだが、要するに指針の改定方針に基づいて安倍晋三政権は集団的自衛権の行使容認を決めたということ。ありていに言うと、日本はアメリカの戦争マシーン拡大版NATO に組み込まれ、ロシアや中国と戦争する体制に入る。この流れはオルフォイッツドクトリンに端を発する、つまりネオコンの戦略に基づくのだが、1992年の大統領選挙で当選したビル・クリントン政権ではネオコンの影響力が大きく低下した。例えば、パレスチナ・イスラエル問題でネオコンの意に反する政策を打ち出し、1993年にはイスラエルのイツハク・ラビン首相と PLO、パレスチナ解放機構のヤセル・アラファト議長が暫定自治原則宣言、オスロ合意に正式署名、ネオコンがリクードの怒りを買っている。クリントンに対するスキャンダル攻勢は1993年に本格化する。アーカンソープロジェクトと呼ばれるキャンペーンで、そのスポンサーはメロン財閥の一員で情報機関とも関係の深いチャード・メロンスケーフ。ニュート・ギングリッジ下院議長、当時のスポンサー、ピーター・スミスもクリントン攻撃に資金を提供していた。当初は作り話で攻撃、反撃にあって迷走していたが、最終的には1998年に浮上したモニカ・ルインスキーとのスキャンダルでクリントン大統領は窮地に陥る。ジャーナリストのゴードン・トーマスによると、二人の電話による会話をイスラエルの情報機関が盗聴し、脅迫に使ったのだという。都合よく登場したルインスキーとは何者なのか。クリントン政権が始まった直後、ホワイトハウスの通信システムが修理されているのだが、それを担当した会社の中にイスラエルのアムドクスやコンバースインフォシスが含まれていた。イスラエルの情報機関は民間会社を隠れ蓑に使うケースが多く、この修理でホワイトハウスの通信はイスラエルへ筒抜けになった可能性が高い。実際、アムドクスは FBI などの捜査対象になっている。この当時、イスラエルのスパイ網が調べられていた。2001年9月11日の前に約140名のイスラエル人が、また以降には90名が逮捕されたと報道されている。一説によると、捜査のきっかけは1996年にあったオクラホマのビル爆破事件。使われた爆発物を調べたところハンフォードの研究施設にたどり着き、イスラエルの存在が浮かび上がったというのだ。この捜査を止めさせるため、ルインスキーのスキャンダルが使われたという噂は今でも流れている。その間、1995年にラビンが暗殺され、オスロ合意は大きく揺らぐ。暗殺から5年後にはリクードのアリエル・シャロン党首が数百名の警察官を従えてエルサレムの神殿の丘を訪問、パレスチナ人を挑発し、和平の雰囲気は吹き飛んでしまった。そして2004年にアラファトが死亡する。暗殺された可能性は高いようだ。特定秘密保護法、集団的自衛権、ガイドライン再改定の背後にはネオコンリクードが存在していると言えるだろう。彼らは中東、北アフリカやウクライナを戦乱で破壊、多くの人が殺される状況を作り上げたが、最近では香港でも活動を活発化させ、おそらく新疆ウイグル自治区やチェチェンでも何かを計画している。安倍政権は単に戦争のできる国を作ろうとしているのではなく、核戦争の準備を進めているのだ。今回は人物メモ、ポール・ウォルフォウィッツとウォルフォウィッツ・ドクトリンについて紹介しました。YouTube ひじくろチャンネル、また次回。